お使い横丁の桜、あ、こっちがだ、なあ、来た、やめてよ、鬼時間来た。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。え、ここまでやってきて、ここって見たんやっけ。まさかこんなところにウォッチロックが、なあ、見た気がする。あ、そっかそっかそっか、調子堂に行けばいいんよね。オッケーオッケー、調子堂、調子堂、ちょちょ、調子堂に行くんだけども、あれは長花か、ちょ、あの雲外橋、あれよね、雲外橋の場所って見つけてないやつはマップ上には表示されてないよね。ってことは、もし近くにあったとしても、あったというか近くにおったとしても、見つけてなかったら表示されてないけん分からんのか。びっくりした、何かと思った。あそこに何か妖怪が、あ、そっか、解放してなくてもマップ上では見えとんか。なるほど、じゃあすぐ見つけれるんじゃない。ペローン、見つけていただきありがとうございます。私の鏡の世界を通れば遠いところにもひとっ飛びでございます。よし、ってことでこれで桜中央駅までやってくれるようになった。ふう、え、てかあの監督が探しよったさ人たち全く見つからんくない？段々坂ってどっちだ？こっちかな？なんか妖怪二人固まってない？何？誰？何やってんのあれ？え、何やってんのあれ？猫がいっぱいいるな。待って待って、気になる。ねえ、何やってんのそこで。俺だよ。いや、僕だよ。どうしたの？いやよ、こいつが自分はこの世で一番尖ってるって言って聞かねえんだ。それ多分お互いに思っとる尖っとるが違う。どう見ても俺の方が尖ってるってのによ。絶対僕の方が尖ってるよ。いやいや、グレルリンの尖ってるは、まあ、態度的なことで、意外がぐりの尖ってるは物理的によね。っていうか君、どこをどう見ても尖ってないじゃん。は？心の中がバリバリに尖ってんだよ。かあ、こうなったら拉致が開かねえ。そこの前、俺たちのどっちが尖ってるか決めてくれよ。え？私が決めるの？こういう時は客観的視点っていうのが大切なんだよ。お前もそれで文句ねえだろ？うん、それなら文句ないよ。さあ、お前、どっちが尖ってるか決めてくれ。これは話しかけた方が尖ってるっていうことになるのか？意外がぐりにしとこ。ねえ、僕の方が尖ってるでしょ？うん。まあ、そのまんまの意味でね。意外がぐりの方が尖ってるかな？どっちかっていうと、俺っちもそう思うにゃん。グレルリンが。君たちわかってるね。気に入ったよ。え、そういうこと？おう、これは友達契約ですか？それ、あ、そういうイベント？え？これは？なになに？進化？え？じゃじゃーん！え？あ、チバニャンが。君たちが気に入ったから合体進化しちゃった。なにそれ、そんなイベントあるん？聞いてなーい。これからよろしくね。え、やったー、かわいい。え、これは、トゲニャンが友達になるんや。え、じゃあここで、あれか、グレルリンを選んどったら、ワルニャンになったってこと？あ、なるほどね、そういうこと。いや、さっきさ、あ、仲間になるイベントなんやーってなって、あ、じゃあグレルリンはもうすでにおるけん。意外がぐりでよかったって思ったけど、え、意外がぐりはおったっけ、おらんかったっけ、ちょっと覚えてないや。なるほどね、そういう二段階な感じ。まあ、でもトゲニャンでもワルニャンでもどっちでも可愛いけどね。
そういうこともあるんだな。なんだかよくわからないですが、チボニャンが進化してよかったですね。へえ、それでいいのかな。俺っちは進化なんかしないにゃ。なんか意外がぐりが吹っ飛ばされて危なかったにゃ。俺っちは俺っちのままでいたいにゃ。あれ、戻っちゃいましたね。まあでもいつでも呼び出せるよね。メダルは手に入れたし。この手元に残ったトギニャンのメダルは使っていいのかな。いいでしょう。グレルリンだけ残ってる。あっちにも吹っ飛ばされたのがおるんか。マップ上で見た感じ。ちっ、意外がぐりなんかより絶対俺の方が尖ってんのによ。帰っちまえよ、腐ったらが。ほらほらおった。いてててて、よかれと思って進化させてあげたのに、君たち尖りすぎだよ。あ、そっちの意味の尖ってるも分かってんじゃねえか。え、待って待って待って、あ、そっか、今はあれか、メダル入れ替えできんわ。キュッピーがない、キュッピーが。でもああいうパターンの仲間になり方もあるんやね、面白い。ってことはこれからもあるかな。お使い横丁の桜、あ、こっちがだ、なあ、切った、やめてよー。鬼時間来たー。嫌いなんだって、毎回言うけど嫌いなんだって鬼時間。もう追われてる感じめっちゃ嫌なんだって。え、近くない？え、近いって。え、出口どれ？あのハテナ何？え、ちょっと待って、ちょっと待って、お使い横丁ちょっとつまみ食いね、あのハテナ何？何これ？ねえ、なんかゲットし、え、何これ？よくわからん。あっちのハテナは？ここ入れんの？入れんやん。え、扉はどこ？怖いって。見回りに見つかった、見回りに見つかった、捕まる、助けて、無理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 。何このアイテム、ね、アイテムの種類1個だけじゃない。待って、でっかい鬼来た、無理、助けて、と、早い早い、怖い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 。くそー、ちょ、扉どこ、アイテムあと1個やったんかな。運河駅おらんくない、自宅にはいないの。1階、ちょっと、あとちょっとで段々坂やったのに、ここまで戻ってこさされたやん。あれ、ここは私のお家、寝ちゃってたのかな。そのようですね。さあ行きましょうか。ふぅ。しゃあ行こう行こう。なんかもう夕方な気がするけど。まあ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 。え？あゆな、もうすぐ晩ご飯よ。早く手を洗って座りなさい。あ、はい。はーい。ああ、なるほど、そういう。いただきまーす。なるほどね、リズムゲームが始まったわけっすね。今の遅くなかった、大丈夫やったんや。俺っちも欲しいにゃん。福岡っすね。たまらんにゃん、いい匂いにゃん。これ一人分めっちゃ多くない？美味しそうにゃん。あ、ダメだったの今のは。そんな変わらんくなかった、他のと。ちょっとずつちゃんと減っていきおるのがいいよね。あ、待って、やめて。よく噛んで食べた方がいいですね。むずいって、リズムゲーム得意じゃないって。いや、私マジでさ、アプリのゲームとかでリズムゲームとかあっても、リズムゲーム部分オートでするタイプなんやけど。意味わからんって言われたけどさ、私はリズムゲームの部分じゃなくてストーリーが好きなだけなんで。あ、でも5回以外はミスしてないんや、意外と。サポートライフ7月号すご、ペロッと食べたよ。あー、美味しかった。あら、のくさちゃん食べて偉いわね。
晩ご飯には早くない？まだなんか夕日って感じやけど外。あの赤いハットって何やったっけ？あ、そっかそっかそっか、繰り返しのやつか。どうした？憧れる女の子。ねえ、チョコボーって食べたことある？虫歯になるからダメってママは言うけど、あれって美味しいの？友達はみんな食べてるのに、なんで私だけダメなのかな？食べた後にちゃんと歯磨きをすればいいんだよ。ちょっとかわいそうですね。チョコボーに5くらいこっそり食べさせてあげませんか？いやでもほら、今の時代アレルギーがどうのこうのみたいなのあるけんさ、親の許可なくあげたらいかんみたいなのよく聞くよ。だんだんとか湯煙通りで憧れる女の子が何か欲しがっている。もらえるお金ゼロ。まあ子供やもんね。え、チョコボー持ってきてくれるの？それに2個も？本当に？それじゃあ約束だよ。持ってなかったっけ？駄菓子屋の前でかわいそうに持ってないんだな。チョコボーチョコボー、2個くださいな。結構する。89円しかないよ。くじって持っとった？私持ってない。あ、なかった。え、あったやん。あったあったあった。1枚いきます。めっちゃ終わってる。これ時間経過とともに終わっていくんやっけ。もうさ、あの上の方の賞全然ないやん。ダメやん。ああいうね、コンビニの一番くじとかでもそうやけど、上の方の賞がなくなったらね、一気に流れが止まるんよね。まあ、ただたまにちょこちょこ引く人がおって、あとなんか半分以下ぐらいになったらラスト賞狙いで買っていく人がおるんよね。まとめて。これがチョコボーなの？本当にくれるの？あげるよ、どうぞ。ありがとうお姉ちゃん。お母様には悪いことしちゃいましたけど、喜んでくれましたし、いいですよね。もう我慢させすぎはね。逆になんかよそで迷惑をかけると聞く。なんかお父さんお母さんがさせてくれんけん、よそのお家でめちゃくちゃお菓子をねだるみたいな。めっちゃくっきり分かれるな。なんかさ、現実にもさ、こういうなんか頭につけるタイプの傘あるみたいな前見たんやけど、 SNS で。本当にあるんやって。だけどなんかちょっと、ん？あれ？雲外鏡じゃない？多分違うかな。ちょっとね、見た目がね、あれね、ダサいんすよね。ん？土の子じゃない？あ、これはあれだね。ここに反映されてない。え、消えた。お、どう？違う。違う。捕まえたんかと思った。あ、今端っこに追い込めとったのに、どこ行った？え、消えたかと思った。え、どこ行った？そこに雲外鏡いる。今捕まえれそうや。くわ。ちっ。どこ行った？おらんのだけど。どこ行った？消えたのか？くっそー。せっかく見つけたのに消えた。そっか、ずっといるわけじゃないんすね。ドロップ感。あれ、なんか捕まえたらいいことあるんよね。てか泣く前にできるんやっけ、わからん。くっそー。なるほどなるほど、そっか、そういうやつか。よし、ここもちょっと解放しとく。これでだんだん坂まで飛んでこれるようになったってわけやもんね。あれ、感知じゃねえか。あ、あやなちゃんじゃん。あやなちゃんも電車？そういうわけじゃないけど、かんちくんはどっか行くの？いや、さっきまで桜中央シティまで行っててさ、カメカメラって新作ゲーム買ったんだよね。
で、その帰り。え、何買ったの？いろいろあるよ。あれとあれと5本くらい買ったかな。そんなにできる？え、そんなに？あ、ちょうど熊でも誘って夜ゲームでやろうかと思ったんだけど、あやなちゃんもうち来る？好きなゲームもあるかもよ。カンチが熊たちとゲームをやるそうだ。夜になったらカンチの家に行ってみる？なるほど、夜になったら。まあ、とりあえず、うん、行く行く。よし、じゃあ僕は熊を誘ってから帰るから、あやなちゃんは夜になったらうち来なよ。うん、分かった。あれ、そういえばカンチの家ってどの辺でしたっけ？そよ風ヒルズだね。カンチくんちってセレブなんだよ。あ、だいたい6時過ぎくらいに来てよ。うちあんまり遅くなったら友達入れてくれないからさ。じゃあまた。6時くらいって言われてもな、時間わからないんだけど。